ずらりと並んだカップル。今年の狐の嫁入り行列の花嫁花婿の候補者です。15組の応募から一次選考を通過した4組が最終選考に臨みました。今まできちんと準備はしてきましたので、それをしっかりと出していこうかなという気持ちでおります。ここまでオーディションまでこぎつけたからには、ぜひ選ばれたいという思って。実際にキツネメイクされてみていかがですか？いや、結構可愛いですね。確かに。花嫁と花婿は例年審査員との面談などで選ばれましたが、今年は新たな試みとして公開オーディションとなりました。今回こうやっぱり4年ぶりというところで、やはり大々的にですね、狐の嫁入り行列を再開しますよというところで、こういう形で試みをしてみました。狐の嫁入り行列は新型コロナウイルスの影響で3年間中止となり、4年ぶりの開催。例年5月3日でしたが、今年は10月8日の開催としました。オーディションを公開し、年間を通じての PR 展開を狙っています。せーの。そして午後から始まったオーディション。スケッチブックを使う候補者や、津川の魅力を絵巻物にする強者も。狐の嫁入り行列にかける思いをアピールしました。メイクを外す。審査員と一般来場者の投票で決まります。いよいよ結果発表です。エントリーナンバー4番、花嫁竹内アリスさん、花婿竹内まさるさんです。おめでとうございます。新潟市在住の竹内さんご夫婦、結婚3年で大役に選ばれました。選んでいただき、率直にとても嬉しい気持ちです。10月の本番に向けて、皆様と一緒に楽しい4年ぶりの津川狐の嫁入り行列ができるように頑張ってまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。津川狐の嫁入り行列は10月8日に本番を迎えます。